キスフェムがお送りしているバンディーズワッツゴイング、10月の2日はですね、先日僕が司会で行ったコンサートで出会った素晴らしいシンガーソングライターです、津村ゆかさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今ねラジオ撮らせてもらったんですけどね、はい、津村さん、ほんま音楽素晴らしいなと思うんですけども、その音楽が生まれてくるバックグラウンドは恋愛ですか、恋。まあ恋愛の曲に関しては、うん、やっぱりその恋愛って言ってもね、どれくらいその相手のことを好きになるかっていう度合いもあるとは思うんですけど、うん、やっぱり度合いの低い相手もあるんや、その時全部 100% じゃないんや。あ、度合いの低いというよりかは、うん、やっぱり愛されるよりも愛した恋の方がやっぱり曲はかけますね。あ、あんたが好きやでとか言われるよりも、いや私はあんたが好きやと。そうですね。そうですか。いや、その、まあ、言われる人は幸せだなと思うんですけど、まあ、今回はね、パラレルという曲をね、はい、まあ、ラジオで紹介させてもらったんですけど、これパラレル言ったら日本語にしたら平行という意味ですよね、はい、こう近づかないわけですよ。 これが津村ゆかとして、うん、これが、まあ、かっこいい男がおって、うん、こう近づけそうで近づかないというこう なんていうんですかね、こう重力と慣性の法則が働いていて、こうか、これどういうこと？恋って多分そんなもんですよね、うん、めっちゃ好きになると緊張しますよね。しちゃいます。して、ね、全然緊張してないもんね、僕の横座っててもね。あ、全然大丈夫です、はい、でも僕もそうなんですけどね、緊張するとダメですね。やっぱりこう自分が出せなくなるんで、うん、めっちゃ好きになってしまったら、うん、やっぱりこう相手の好みに合わせたいって思ってしまうし、うん、なんかどう喋っていいのかもって言ったら大げさですけどね、こんなにパーっておしゃべりなところって出せなくなっちゃいますね。恋ってつらいよな、ね、これでもさ、ラジオで言えへんかったけど、こう恋じゃなくても、例えば俺らこの仕事してたら好きなミュージシャンに会えた時、うん、インタビューできへんよ。わかります。ファンになってしもて、うーん、客観的なインタビューってできひんのよ。うーん、これ好きってなんやろね。何なんですか、魔物かな。魔物に感じますよね。ひょっとしたら病気ちゃう、一種のなんかウイルスの感染みたいな、ま、ウイルスの感染みたいな悪いもんじゃないです。魔法です。魔法ですか。マジックです。だって一つの恋とか何かをすることによって、うん、はい、ほんまに学ぶことってめっちゃ多いと思うんですよ。まあ、恋学びですよね。本当に学びだと思う。じゃあ恋人は教師みたいなもんですか。思います。だから私一つの恋に終止符打った次は絶対違う形のまた恋をして、テーマがだから毎回変わります。 あそうですか、はい、シーズンで恋をするみたいな感じ。そんな短い範囲じゃないですけど、ちゃんとロングタイムで。あそうですか。ちゃんとロングタイムで、はい。まあじゃあこれからも、でも恋をしてる時も曲は作れてるんですか。だいたい終わってからじゃなくて書けないですね。はい、アルバム1枚作ろう思ったら12回恋しないと。いやー、大体本気で恋したことに関してはやっぱり1曲で何曲か書けるので。あ、一人で何曲かですね。はい、目だけ鼻だけとかそういうことあるんですか。そ、例えで言えばそんな感じなんですかね。あ、じゃあ斜めから見たらこんな人で、斜めから見た歌とか。そうです、視点を変えたら、あの人焼きそば好きやったなってで焼きそばの歌ができるとか。まあそういうね、焼きそばだけの、あの人が焼きそば好きっていうところだけで一曲できるみたいな感じですかね、はい。まあ、こんな風に曲を作っている津村ゆかなんですけど音楽素晴らしいですからね、ぜひぜひ聴いていただきたいと思います。いや、アルバムが、デビューアルバムが出るんで、はい、ちょっとそのお話だけ、はい、9月の18日に、はい、にしてもソポペラクラシックさんで、大阪レコ発、はい、そして、今回初ソロ CD ということで、はい、透明版を終わらせていただきます。はい、名古屋は、ハートランド、はい、で東京は、四ツ谷手窓コンフォートさん、はい、という形で、はい、キス FM の方には10月の2日の登場です。お楽しみに。